山本かなえさん公明党の山本かなえでございます。本日は決算委員会の全般質疑でございます。まず、会計検査院委員長にお伺いいたします。納めた税金がきちんと使われているかどうかを監視する会計検査院の役割は、これまで以上に重要になっておりますで。田中委員長は新聞のインタビューで、秋に検査報告書を出すときにしか注目されない季節労働という批判を過去のものとしたいと。 検査結果を報告できる段階になったものから、適時開示する準備を進めていく考えだと述べておられましたが、具体的にどう進めていかれるおつもりでしょうか会計検査院田中委員長。ご質問ありがとうございます、えー。よりタイムリーに、そして、事、え、実、ー、にかなった報告をさせていただくということは、 国民の期待に応えそして、えー、決算のご審議のある国会のご議論に資するものというふうに考えておりますそのためにはあの報告が可能になったものから適時に、えー、開示をしていくということが必要になります ただこれはあの容易なことではなく、その準備のためには、えー、我々の検査のプロセス、検査のサイクルですね、そして、えー、検査報告の審議を行うための内部プロセスの見直しなど、まあ、大掛かりな仕事の見直しそのものが必要になります。また、えー、検査をお受けいただく各府省、そして各機関、 のご協力も必要になります、まあ、こうしたさまざまな課題を解決するために現在会計検査院においては業務改革を推進する部局を中心に課題の整理とそして改革に向けた検討を進めております私どもとしてはこの検討を続けて成果が出るように努めてまいりたいと存じます 山本かなえさん、まあ、あのこの会計検査院の検査結果が今おっしゃっていたように、タイムリーに開示されてです、ね、その結果を予算編成に生かしていくためには、各省庁の協力は不可欠ということでございますので、総理、改めてです、ね、各省庁にしっかり指示をしていただきたいと思います。その上での政治改革についても申し上げねばなりません。先週、令和6年度予算が成立いたしましたが、これで終わりではありません。国民の理解は進んでおりません。えー、実態を解明し 党としてしっかりと処分を行っていただき、再発防止を図るために政治資金規正法改正など、政治改革を必ず今国会に成し遂げると、岸田総理の決意を改めてお伺いいたします岸田総理大臣。はい、あのまず、先ほど来、答弁させていただいておりますように、えー、今回の事態における説明責任を引き続き、 尽くしていくとともに、党としても政治家における政治責任を明らかにしていかなければならない、党としてもそれを判断していきたいと思います、その上で、この委員ご指摘のように、再発防止という観点からも、法改正等の努力を続けていかなければなりません。 あの国民の信頼回復に向けた、まあ、政治改革については、これまで、えー、コンプライアンスの強化ですとか、責任体制の強化のための統則等の改正など、まあ、自民党独自単独でも、えー、対応可能なものについては、速やかに実行に移してきたところですが、えー、法改正、すなわち、えー、国会においての議論が求められる、まあ、制度面の改革、 これはあの厳格な責任体制の確立や、政治資金の透明化の確保のために、この法改正をしなければならないわけですが、これについても党として、今、制度運用、諸外国の制度運用も参考としながら、在り方、今、詰めているところであります。政治資金規正法の改正、この国会において必ずやると再三申し上げております。 えこの強い決意のもとに、えー、この法改正についても、自民党としても責任を持って臨んでまいります山本さん政治に対する信頼なくして、予算も決済もありません、えー、国民の納得感が得られるような結果を出していただきたいと、強く要望してもも申し上げておきます。 で今日から新年度が始まりまして、いろんなものやサービスが値上げとなります。物価を上回る賃金引き上げは待ったなしでございます。で、今年の春闘では大手企業が満額回答、えー、それを上回る回答をなど、大幅な賃上げ発表が相次ぎました。この流れを中小企業まで広げていかねばなりません。そのためには価格転嫁、えー、取引適正化、賃上げに向けた環境整備が不可欠であります。で先般厚生取引委員会は約束 手形の運用を約60年ぶりに改め、支払い期日を原則120日から60日に短縮する下請け法の運用見直し案を公表されましたが、これはいつ正式に決定し、いつから適用されることになるんでしょうか。公正取引委員会、片桐和之取引部長お答えいたします。 下請け法では、下請け事業者の利益を確保するため、割引困難な手形の交付を禁止しています。具体的には、業界の召喚集、金融情勢等を総合的に勘案して、繊維業は90日、その他の業種は120日を超える上記の手形を割引困難な手形に該当する恐れがあるとして、下請け法に基づき指導してまいりました。これに関しまして、公正取引委員会は、 下請け事業者の資金繰りを確保する観点から、近年、中小企業庁と連名で関係業界団体等に、下請け代金の支払いはできる限り現金によるものとすることと合わせまして、手形のサイトについては60日以内とするよう努めることを要請してきています。このような経緯を踏まえ、今般、近年の業界の召喚集や金融情勢等を改めて総合的に勘案し、繊業は90日、その他の 業種は120日という指導基準について、業種を問わず60日に変更することとし、本年2月末から3月末までの間、パブリックコメントを実施したところです。今後、パブリックコメントでいただいたご意見を踏まえまして、令和6年4月中を目途に、成案を公表し、その後半年程度の周知期間を置いて、 その後半年程度の周知期間を置きまして、令和6年11月から運用を開始する予定でございます山本かなえさん。その場合に手形に代わり手段といたしまして、電債等電子記録債権やファクタリング等、一括決済方式がございましたら、これも同様の取り扱いとなりますでしょうか。公正取引委員会、片桐取引部長。お答えいたします。 ご指摘の電災等の電子記録債券やファクタリング等の一括決済方式については、下請け事業者が金融機関から現金を受領できることとする期間の式を、下請け法上の支払い期日として取り,取り扱っています。その上で、下請け事業者が金融機関から現金を受領できる期間については、約束手形と同様に、繊維業は90日以内、その他の業種は120日以内とする。 という指導方針のもと、これらを超える期間の電子記録債権や一括,法一括決済方式を、下請き代金の支払い手段として用いた親事業者に対して、下請き法に基づいて指導してきたところです。今般、約束手形についての指導基準の変更に伴い、電子記録債権及び一括決済方式の指導,指導方針につきましても、業種を問わず60日に変更することとし、 併せてパブリックコメントを実施したところでございます。 今、手形をなくして、なくすんですが、手形であったときと同様に、90日後や120日後に支払い期日を設定する、期日指定現金払いに切り替えるケースが増えていると伺いましたで、そこで改めて確認をいたしますが、下請け法対象の取引において、期日指定現金払いで60日を超える支払い期日を定める、60日を超えて支払うことは下請け法違反ということでよろしいですね。片桐部長 お答えいたします一般論として申し上げれば、下請け法の規制の対象となる場合で、指定期日現金などと称して、下請け事業者の給付を受領した日から起算して、60日を経過した日以降を、下請け代金の支払い期日として定めることは、下請け法上、問題となります。 また、例えば手形払いにかかる経費の削減等を図るため、下請代金を手形の満期相当日に現金で支払う方法、ご指摘の期日現金払いに変更したことから、下請事業者の給付を受領してから60日を経過して、下請代金を支払っていた場合は、下請け法上問題となります。 極めてあの基礎的なことではあるんですが、事業所の中には、まあ、勘違いをしてです、ねえー、いらっしゃる場合もありますので、しっかり周知をするとともに、えー、厳しく取り締まっていただきたいと思います。えー、先日、ある中小企業の方が切実な声を伺いました、その企業はあの大企業に工場内設備機器や部品を納入しておられるんですけれども、取引額が多いときで月1000万円程度、えー、月末締めの翌月10日起産、150日後振り込みとなっているそうです。 で納品までの間、まああの、まずどういう設備機器が必要か、打ち合わせをして、えー、そして設計して、材料を購入して、部品をこう加工して、まあ、それを組み立て納入、納品となるわけでありますけれども、まあ、長いものになりますと、納品まで、えー、半年近くかかります、そうしますと、まあ、材料費支払ってからです、ね、約1年近く、お金が入ってこないという状況になるわけなんです。そのためあのキャッシュフローがが困難になりりりまして、まあ、銀行から借り入れで賄う必要があり その中での受注減の影響もありまして、まあ、現在、まあ、元金返済を変更してもらっている状況で、まあ、資金繰りが大変厳しいと伺いました、まあ、こうしたケースは、まあ、大企業が自ら使うものを納品しているということで下請け法の対象外と伺っておりますけれどもこうした現状を放置することは今政府を挙げてですねこの支払金を短縮しようという流れに逆行することでありまして、まあ、厳しく対応していただきたいと思いますたとえ下請け法の適用対象 外の取引であったとしても、下請け法の規制を参考にした、あの支払い期限を短縮できるように、政府を挙げて、ぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、斉藤経済産業大臣、よろしくお願いいたします斉藤経済産業大臣。あの今、公取からもご答弁ありましたが。 我々としても中小企業、代金をできるだけ早く現金で受け取れるように、まずは下請け法が適用される取引につきまして、手形等の支払いサイトの120日から60日への短縮や、そもそも手形でなく現金での支払い推進に取り組んできています、加えてご指摘のように、下請け法が適用されない取引も含めまして、サプライチェーン全体で支払い条件の改善に取り組んでいくことが大事だと思っています。 で下請け中小企業振興法に基づいて、親事業者と下請け事業者の望ましい取引関係を定める振興基準というのがありますが、この振興基準におきましては、支払い条件の改善について、サプライチェーンの頂点に位置する親事業者から率先して実施することですとか、あるいは業種間をまたぐ取,引あ取組を含めて、サプライチェーン全体で取組,を取組を進めることを定めております。 でまた業界団体の自主行動計画への反映や実行もこう促してきているところであります。で代金の支払い方法や支払い期間については、まあ、業種ごとにかなり、かなりのばらつきがあります。そのため、公正取引委員会や事業所管省庁と緊密に連携し、業種ごとの取引慣行も踏まえてです、ね、中小企業の負担軽減に向けて丁寧に対応してまいりたいと思います。まあ、委員ご指摘のような個別のケースありましたら、またあの下請け事面とかいろいろありますので、えー、しっかり対応していきたいと思います。 山本かさん次にあの斉藤国土交通大臣に伺います。建設工事の下請代金の支払いで用いられる手形については、下請法ではなくて、建設業法で対応することになっております。で建設業法における手形の支払い期限につきましても、他業種同様、60日にて短縮すべきと考えますが、いかがでしょうか斉藤国土交通大臣。はい、あのこれまで建設業法におきましても、この下請法の運用を参考にして、 まあ現金化までの期間が120日を超える長期の手形での支払いをしないよう求めてきたところでございますが、先ほど答弁がありましたように、本年11月からは下請け法の運用が変更されます。えー、それに合わせまして 国土交通省にも、国土交通省におきましても、現金化までの期間が60日を超える長期の手形での支払いをしないよう求めていく予定でございます。でこれを実現するためには、先ほど経産大臣が答弁,答弁されましたように、そのサプライチェーンのトップに立っている発注者、そしてその2番目の元請け業者が、また同じく短い手形での支払い、もしくは現金化をしていただかなければ これは通用しまませせんん働いていきませんそのことをしっかり、えー、頑張っていきたいと思います山本かなえさん。今、それを次に質問しようとしていたところでございますけれども、まあ、建設業におきましては、発注者があるわけですね。 で発注者から元請けにって、下請けにこう仕事が流れていくわけでございます。ですから、この元請け、下請けのところの取引適正化だけじゃダメなんだと、発注者と元請けとの間のこの適正化というところも必要でございまして、えぜひですね、ここをしっかりやっていただきたい、そうしないと、発注者が元請けに払わないから、元請けも下請けに代金が払えないと、手形もやめられないという状況にあるわけでありまして、まあ、先日も地元の,あの業者さんにお伺いしたら、あの今月の 今月末であの建設業者さんですが、今月末で手形やめるっておっしゃってるんですね、ただやっぱり発注者から来ないとなかなかそうは厳しいんだというようなお声もいただいておりますここをぜひしっかりやっていただきたいと思っておりますので、えー、重ねてですね、ここの部分について、あの建設 G メンってありますよね。で、あの建設 G メンっていったときにですね、あのまあもちろん川上から川下も全部発注者から下までっていう話なんですが、ぜひこの発注者と、 元請けのところもしっかり見るんだと、監視し、調査するんだと、例えば発注者 G 面みたいな感じを作ってもらえないかというお声もありました、斉藤大臣、どうでしょうか斉藤国土交通大臣、はいあの。建設業法におきましては、工事の発注者は著しく短い工期で元請け業者と請負い契約を結ぶことを禁止しております。またあの今国会に提出している建設業法の改正案ではは発注者は 適正な労務費の基準を著しく下回ることとなる請負い契,約を契約を結んではならないことと、このようにしております。まあ、これらに違反した発注者には、国土交通大臣等が必要な勧告を行います。まあ、このように、法律上、発注者は適正な工期と労務費などに留意した上で、請負い契約を結ぶことを求められておりますので、国土交通省としてもその徹底を図ってまいります。で現在、国土交通省の職員が建設 G 面 そして個々の請負契約を実地で調査し、働き方改革や賃上げを妨げるような契約を対象に改善して行っております、まあ、今年度からその体制を大幅に強化いたします、建設業法の改正とともに強化いたします、まあ、そういう意味で、まさに今、あ山本委員おっしゃる発注者 G 面建設 G 面が発注者 G メもやるという決意で頑張ってまいります。山本かなえさん あのぜひあの発注者があの建設業法の持続的なこのえっ、ー、とー この継続っていうことは、発注者にとってもいいことなんだと、両方にとって共存共栄なんだっていうところ、しっかり訴えていただきたいと思います。次にあの鈴木金融担当大臣にお伺いしたいと思いますが、今ですね。こういう手形をなくしていく中で、ま伝、あ、祭、電気、電子記録債権の方にこう流れていくわけなんですが、ただこの電子記録債権を利用するにあたってはですね。現在5つある電子債権記録機関にまあ、利用登録することになっているんですけども、支払い側とですね。利用相手が。相手先 の利用する電子債権記録機関が異なる場合、利用ができないというまあ、互換性の課題があるということを伺っております。ぜひ解消していただきたいんですが、いかがでしょうか。鈴木財務大臣、あの電子記録債権はあの債務を支払う側と受け取る側が同じ電子債権記録機関に利用者登録をしていないとこれを使うことができないために、まあ、利便性に欠けるという指摘。 これはかねてよりあることは承知をいたしております。この点、2017年に施行された法改正によりまして、異なる記録機関の間での電子記録債権の移転が可能となったことにより、制度上は一定の対応がなされたところであります。実際にこの制度整備を受けまして、2019年には3メガバンクの子会社の記録機関から、 全国銀行協会の子会社の記録機関であります、電載ネットに債券を移転できるサービスが開始されています。あの他方で、電載ネットから他の記録機関に債券を移転するサービスは現在提供されておりませんあの。このサービスを提供するためには、各記録機関においてシステム改修を実施する必要があり、 その判断は各機関の経営判断に属するものと考えておりますが、金融庁としては、利用者からはさらなる利便性向上を求める声があることを承知しております。また、電子記録債券の利便性の向上は、中小企業の資金繰り改善につながることから、関係省庁や各記録機関等と連携しながら、まずはニーズ等について実態把握を進めた上で、 必要な対応を検討していきたいと考えています。 山本かなえさん、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。やはりこの今回の今日あの手形の話をいろいろ出させていただきましたが、これ地味ですけど非常にあの中小企業の資金繰りの制度面からあの支援するもので、まあ本当に大事なことだと思います。しっかり進めていただきたいと思うんですが、下請法自体はですね、やはりあの直近の改正から20年まあ経過をしているわけでございます。えー、先般我が党の西田あの西田参議院会長からもですね、下請法の 見直しについて質問させていただいたところ総理から用費も含め幅広く検討を行っていただきたいと答弁をいただきましたいつからどこでどういう形で検討していただけるのか総理よろしくお願いいたします岸田総理大臣、えー、中小企業を含めて価格転嫁が可能となる環境を整備するということこれは重要なことですそして、えー、今まずはですね この現行枠組みの中で最大限どこまで取り組みができるか、これを関係省庁を挙げて進めているところです。あの独占禁止法と下請け法等を積極的に運用することで、これらの法律に違反する事案に対して厳正に対処する、また今年3月、ソトスの取引先に対して協議することなく価格を据え置いていた10社の企業名、 を公表するこれらは従来にない取り組みでありますさらに買い叩きによる下請け事業者の経営の圧迫を防止するため本日下請け法の運用基準の改正についてパブリックコメントこれを開始いたしますまこうした取り組みを進めてそして委員のご質問は法改正これいつどこでやるのかというご質問でありますが こういった取り組みを進めることによって、えー、まあ取引慣行の実態、そして価格転嫁の状況、これをまあ検証した上で、まで、あ、議論を進めなければなりませんので、この具体的な検討の場、あるいはスケジュール、これはこの現時点で固まっているものではありませんが、今申し上げた取引慣行の実態や、観光、えー、価格転嫁の状況を検証した上で、下請け法改正の要否を含め、 必要な検討を行ってまいります。 山本唐也さん。引き続き検討をさせていただきたいと思います。次に、あの、厚生労働大臣にお伺いしたいと思いますが、えー、小林製薬が製造した紅麹成分が入ったサプリメントを取摂取した方に健康被害が相次いでいる問題、これ、あの、国内外でも大きな問題となってきております。まあ、被害、拡大を防止するとともに原因特定、全容解明急がなくてはなりません。まあ、今、事業者任せ、せずにですね、政府が、もう前に出て、今対応を取っていただいておりますけれども、今後。どう どういった形の対応を取られるのか、お伺いいたします武見厚生労働大臣。3>, えー、3月29日にあの開催されました、紅麹工事関連製品への対応に関する関係閣僚会合における、官房長官のご発言を踏まえまして、 厚生労働省としては当面、すでに回収命令を出している産製品以外で、小林製薬の紅麹を原料とする製品について、自主点検の結果報告を受けて必要な措置を講ずること、そして国立医薬品・食品衛生研究所と連携をし、引き続き原因物質の特定、分析を進め、その結果の速やかな公表および原因究明を図ること。 そして原因物質等の特定後に適切なリスクコミュニケーションを講ずること等に取り組んでまいりますで引き続き今般の健康被害の原因となった物質と当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定を含めまして厚生労働省としては食の安全の確保に全力を尽くしてまいりますその上で再発防止のためにいかなる政策が必要か検討していきたいと思います 山本さん制度面での見直し等も含んで検討していただけると思っておりますが、あのまあ、そもそもあの機能性表示食品が医薬品でなくて食品だということもご存じない方々もたくさんいらっしゃいます、しっかりそういった国民の不安に寄り添うような対応を急いでいただきたいと思います。で医薬品の開発、まあ、製造といったことも、国民の命と健康に直結をするわけでありますが、そこで我が国の創薬力の現状認識について伺います。 内閣官房中石戦略市長お答えします総約、えー、力の問題は、国民の健康医療に直結する重要な課題だと認識しております。しかしながら、我が国の現状を見ると、世界において、日本期限の医薬品の市場シェアが減少し、またあの気象失病等のドラッグラグ、ドラッグロスの問題も指摘されております。またあの今、昨今の総約を取り巻く環境は、新規モダリティ、 など革新的な技術の進歩やビッグデータ AI を活用した創薬の開始など急速に変化しておりますそこでそのような環境変化に対応できるよう創薬力を強化する必要があるというふうに認識しております 今、まああの、お話、ご答弁ありましたとおり、我が国のこの今、創薬力の現状というのを、皆さんとしっかり共有しなきゃいけないなと思っているわけなんですが、我が国の個々の研究機関、企業は世界トップクラスの研究開発力はあるんです。しかし、いざというときに団結できず、総合力が総合力で負けると。 欧米と比べて日本の製薬企業は規模、資本力が小さいと、ベンチャーもまだまだ少ないとで、研究費が少なくてリスクが取れないとで、コロナにおいてこうした日本の創薬力の課題というのは大きく浮き彫りになったと思います。で現在、さまざまな AI 開発が進められておりますけれども、ここでもです、ね、それぞれの研究者や企業が個々のアプリを使うだけで、えー、創薬プロセスのこう全体の高速化とか迅速化とかっていうものにはつながっておりません。でいくら優れた AI 技技術術があったとしても一つの要素技術だけでではは薬はできませんそのため、医療・創薬分野におけるデータサイエンス研究の第一人者であります、京都大学の奥野先生が代表となりまして、理化学研究所、医薬基盤、健康栄養研究所、ライフサイエンス分野の企業や IT 企業等が参画した、一般社団法人、ナイフ・インテリジェンス・コンソーシアム、リンクが設立をされまして、まあ、どういう疾患の薬を、 開発すればいいのかというターゲット探索から患者さんに届けるまでの創薬プロセス全体を多数の AI で制御し、え統合する実用的かつ包括的な創薬プラ、えー、と創薬 DX プラットフォームの構築が今進められております。で、このプラットフォームにはこれまで国が支援して開発してきた優れた我が国の計算技術を実装、連結、制御し、統合することによりまして、開発費、 開発期間の劇的削減に成功しておりますが、こうした取り組みの評価とともに、その必要性につきまして、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、それぞれお伺いいたします森山文部科学大臣。 はいまず私どもの方からお答えをいたします。文部科学省では、ご指摘の創薬 DX プラットフォームの取り組みに対して、スーパーコンピューター、富岳の計算資源を配分し、研究開発を支援しております。具体的には薬剤、お薬の材料の候補となる化合物の大規模なデータベースや、AI を活用して最適な化合物を推定する手法の構築に向けた取り組みを進め、 本年7月以降のテスト運用を目指していると伺っております ai やビッグデータなどの最先端のデジタル技術の利活用により創薬研究を加速することは重要であると認識しております本取り組みの進展にも期待しているところです竹見<上>厚生労働大臣 創薬にあたり AI を活用し、そのシーズの発見のため、まあ、ターゲットとなる疾患の原因、タンパク質の探索等を効率的、効果的に行うことは重要な取り組みと認識しておりますで。委員ご指摘のこのリンクの取り組みに対しまして、令和2年に日本オープンイノベーション大賞の厚生労働大臣賞を受賞していただいております。 で創薬 AI 技術の発展は、創薬の加速化や我が国の創薬力の強化のためにも大変重要でございます。えー、厚生労働省としても現在、イメドを通じて、えー、創薬 AI の開発に関わる、えー、研究費を支援しておりますで。こうした技術の実用化に向けて、引き続き関係各省と連携をして、支援をしてまいりたいと思います。斉藤経済産業大臣 あの新薬創出のため、薬剤の候補となる化合物の大規模なデータベースですとか、まあ、AI を活用した探索手法、これらを構築することは非常に重要であると認識しています。で経済産業省では、iPS 細胞から作り出した臓器の細胞で動物実験を不要とする生態模倣システムの開発や、RNA の構造解析装置の技術開発を行っているところであります。こ、まあ、こうしたた機器から得ら得れれデータこれを 統合的に分析することで効率的な新薬創出が推進されるものと期待をしておりましてこうした取り組みをしっかり努力していきたいと思っています 山本かなえさん今、三大臣からご答弁いただきました、三大臣からも必要性を認識していただいたと思っておりますけれども、この創薬 DX プラットフォームは今後、さらにこう拡張してです、ね、えー、こうあの本格運用していくことが求められておりますけれども、こうしたプラットフォームをどこがもって、えー どうう運用してていいくのかっていうのかとがあの今大きなな課題となっておりますでこのプラットフォーム構築というのは、国民の命の健康を守り、創薬産業の持続的発展に欠かせないものであります、本来、国が責任を持って、まあ、推進すべきでありまして、ぜ、え、ひ、ー、とも総理、あの国家プロジェクトとしてです、ね、しっかりと推進をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。岸田総理大臣 あの国民が医薬品へのアクセスを確保する、そして安心して使用できる環境とする、えー、このために、この我が国の創薬力、向上することが不可欠ですが、その中で、昨今の創薬を取り巻く環境については、えーまあ、委員の方からもご指摘がありましたが、医薬品の開発の期間や費用が増大している、また、角度の高い標的を発見 発見することが困難になっている、まあ、こういった課題があると考えており、ご指摘の創薬 DX プラットフォームのような AI をはじめとするデジタル技術は、こうした課題を解決し、我が国の創薬力向上につながる可能性を有視している、このように考えております。ただその際に まあ政府としてまあニーズの開発,開発から医薬品が国民の手に入るまで、切れ目のない創薬エコシステムをまあ構築してえいかなければならない、その際にご指摘のように、各省庁の取り組みの連携、そして総合調整、これが不可欠であると認識をいたします。そののためにに内閣官房のもとに 総薬力の向上により、国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議、これを昨年末立ち上げました、えー。村井官房副長官を座長として議論を行っているところであり、この会議では、研究から開発、製品製造が日本で行われるようにするためのアカデミアやスタートアップ等への支援の在り方、 ドラッグラグ、ドラッグロス問題への対応などの課題に対して、創薬分野における AI などのデジタル技術の活用の可能性を含め、さまざまな議論、これを進めているところであります。このこうしたあの議論の成果も踏まえつつ、デジタル技術の活用をはじめ、我が国の創薬力向上のための取り組みが、各省庁の縦割りではなく、 政府一体となって推進される、このために政府として努めてまいりたいと考えています山本かなえさん。ぜひよろしくお願いしたいと思います、このプラットフォームはです、ね、実はあの、えー、と今やってるのは、理科学研究所の理事長採用経費から2億円頂い,いて、えー、作ったそうなんですが。 まだあのしっかりとした位置づけができてないそうなんです。今、総理がおっしゃっていた総略総約力構想会議の中でも、しっかりとこうしたあのつなぐ。 ハブとなるようなものでございますのでぜひあの5月中旬にはあ報告書を取りまとめると伺っておりますのでそうした中にも反映していただければと思っておりますで、総理もう一件聞きます青年後見人制度についてお伺いしたいんですがようやく見直しが法制審に諮問されたんですけれども時間をかけて議論している場合ではありません 厚生労働省の試算では、65歳以上の認知症患者数は、2025年には約700万人、高齢者の5人に1人と推計されておりまして、青年後見人制度の必要性が高まっております。しかしながら、現在の青年後見人制度はですね、一旦制度を利用すると、原則途中でやめられません。 基本ご本人が亡くなるまで,です、ね、継続することとなっておりまして、成年後見人が必要なくなった場合においても、ずっと報酬を払い続けなくちゃいけないんです。極めて使い勝手が悪くて、硬直的な制度で使いたくても使えないんです。で、実際制度を利用している方々からも、こんなことなら利用しなければよかったというようなお声もいただいております。 また今日からちょうどですね相続登記のえっと義務化が始まりましたけれども、ここにおいてもですね認知症など判断力が十分でなくなってしまった方から、同意を取ることが必要になりまして、相続登記のためだけに成年後見人をつけなければならないという事態も発生しておりまして、一刻も早く、必要なときだけにこの成年後見人をつけるという制度見直しを実現していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。岸田総理大臣 えー、まずあの現行の成、えー、年後見制度ですがあの、委員ご指摘のように、この判断能力が回復しない限り、制度の利用をやめることができないなど、えー、問題点が指摘をされています、えー。令和8年度までを対象期間とする第2期成年後見制度利用促進基本計画においても、成、えー、年後見制度の見直しの検討、 ここれれが盛り込まれているところですそして、本年2月には、これらの指摘を踏まえて、正年後継制度を利用する本人の尊厳にふさわしい生活の継続や、その権利利益の擁護等をより一層図る観点から、法務大臣から法制審議会に対して、制度の見直しの諮問、これがなされております。 今後、この法制審議会において、スピード感を持って、この充実した調査、審議が行われること、これを期待したいと考えています山本かなえさん。もう実際ですね、この、えー、いろんな権利擁護の仕組みはあるんです。ですが、認知症になった後はですは、ね、これしかないんですね。もうそのために、例えば介護保険使ったときの利用料、口座を変えようとしてもです、ね、これをやらない限りできないと。 もう本当に至る所で課題は生じております、一刻も早くと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。最後に環境大臣にお伺いいたします。私の地元、堺では平成19年から市民が身近にできる温暖化防止活動の実践として、堺で眠っている油田を掘り起こそうと、家庭からの廃食用元気なシニアの団体の方々がですね、回収して、バイオディーゼル燃料へと再生し、市の清掃者のこの燃料として使用してきたんですが、 新しいこう清掃車に変えたときにですね、今度このバイオディーゼル燃料は使われへんという話になって、そのせいでですね、3年前にあのこの活動は終了してしまったわけなんです。しかし、今、この家庭から出る廃食油っていうのは、バイオディーゼル燃料としてだけではなくて、持続可能な航空燃料、サフの原料としても注目をされており、その価格は年々上がっております。で、家庭用廃食油は年間10万トンありますが、そのほとんどが家庭で廃棄、 されております捨てるとごみとで、回収すれば資源と、えー、家庭から出る廃食油を集めてサフにすることを通じてあの、環境意識の向上を図るとともに、地域活性化を図る活動をぜひです、ね、積極的に推進をしていただきたいと、そしてあの家庭用廃食油からサフを作り出すこの仕組みづくりをです、ね、地域であの後押しをしていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。伊藤環境大臣 お答え申し上げますあのご指摘はあの、環境問題、環境政策は、同心円の問題だ、そういう考え方をと、木を一致する、非常に重要なご指摘だと思います。あの家庭用、廃食用種のエネルギーとしての活用、これは、まあ、例えば今、ご指摘はありましたけれども、地方自治体が回収した家庭用、廃食用油を原料としてバイオディーゼル燃料を製造し、 まあそれを自動生産量として利用した、がまがご指摘のことも含めてあります、まあ、こうした家庭用廃食用酒をエネルギーとして活用する取り組み、これはあの資源循環のみならず、気候変動対策、これにも指数ものでございまして、また地域の特性や循環資源の成長等に応じた取り組みであります、まあ、そういうことから、環境意識の向上や、 地域の活性化の観点からも大変重要であるというふうに考えております。まあ、現在策定を進めております第5次循環型社会形成推進基本計画においても重要な取り組みとして位置づけてまいりたいと考えております。でさらに廃止を要から持続可能な航空燃料、まあ、いわゆるサフの製造など、えー、化石由来資源を再生可能資源に転換するための 技術実証、そしてまた設備導入へのあ、設備導入へのです、ね、支援も行っておりまして、まあ、こうした事業も活用して、廃色教習などの廃棄物由来の再生可能資源を活用する取り組み、これをしっかり後押ししてまいりたいと、そういうふうに考えております。がりましたので終わりますありがとうございました